このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はアルディというスーパーマーケットに行ってきましたので、その時の様子をシェアしたいと思います。アルディはね、リドルと同じような感じのスーパーで、ドイツ系のスーパーで、以前はリドルと同様ディスカウントショップ的な要素が強かったんですけれども、今では全国展開して高級住宅地にもあるんですね。アルディとリドルは本当にもうここ数年でものすごい店舗の数が増えました。ここは私の家から一番近い場所にあるアルディです。はい、いろいろ商品を見ながら説明していきたいと思います。はい、こんな感じでミンスミートがジャーに入って売られています。あとクリスマスの時期になると、こうやってクリスマスのお菓子に使う、ドライフルーツだとか、普段から言ってるんですけど、配置を変えて見やすいようにクリスマスのお菓子を作るためのコーナーみたいなのができています。そしてこちらが私がいつも買っているマジョールデーツというもので、高級デーツでそのまま食べてもすごく美味しい。それがね 500g で3ポンド69っていうのはものすごく安いんですよね。中東系のスーパーに行ってもだいたい 500g 入っていると安くても5ポンドはするので、アルディで買うのも本当におすすめです。全然中身も同じで高級で美味しいです。はい、やっぱりおなじみね、こうやってどのスーパーに行ってもやっぱりこうやってクリスマスのお菓子がたくさんあるんですけれども、今回はそれを一つ一つ見ながら皆さんに説明したいと思います。そう、これはねブラッセルスプラウトの形のしたチョコレート、こんなのもう喜ぶ子供いるんだろうかっていうデザイン芽キャベツです。ちっちゃい芽キャベツの形をしたチョコレートね。中身はチョコレートなんですけどね、はい、でこれがエルフのチョコレートね。なんかね、エルフってクリスマスの時にサンタさんと同じぐらいこちらではなんていうのかな、アイコンとなっているキャラなんですよ。そうだからエルフって日本では全然じゃないですか。だけどこっちではサンタさんよりすごいかもしれないですよ、エルフのキャラが。はい、でもしね映画でエルフっていう映画見たことない方がいたらぜひ見てください、面白いので。はい、そうするとねエルフのなんていうの、その習わしじゃないけれどもいろいろわかると思いますので、サンタさんより多分こちらでは有名なエルフ、ぜひ見てみてください。あとはやっぱりおなじみチーズですね。こういうおつまみセクションに行くとクリスマスにかこつけたいろいろなものがたくさん売ってて、これはどこに行ってもやっぱありますね。チェダーチーズにクランベリーが入ったものとか、ちょっとスモークされてるものとかね。でこれは自分の卵白を自分で泡立てて、でお砂糖を混ぜてそれを海苔にしてお家を作るキットですね。組み立てられるんですね、お家型に。あとはおなじみシュトーレンの小さいもの、でもここではねリドルで見たことのないアップル入りシュトーレンというのが売ってました。それは面白いなと思いました。そう、あとこちらは自分でデコレーションできるスノーマン型のクッキーとかね。リドルとかで見たことないものをね主にこうやって見てみましたね。でやっぱりミンスパイあったんですけど、なんかマークス&スペンサーで買って食べて美味しかった後になんか買う気にならなくて買わなかったです。お値段もやっぱりね安いんですけどね。はい、こちらはクリスマスのツリーの形にされたブリオッシュのパンですね。これ実はね我が家毎年買うんですよ、このアルディに来るとブリオッシュ系よく買います。一番美味しい気がします。そしてお値段も手頃。あとねデコレーションで可愛いなと思ったのが、これ1ポンド49ですごく安いんですけど、自分で手作りできる紙のキット、すごい可愛くないですか。これすごい買うかどうか迷ったの。しかもね10個できるの、飾りが。これ子供とかちっちゃい子とかいたら一緒に折り紙みたいな感じで折りながら作るのすごいいいと思います。そう、でも紙のやつって次の年になると結構潰れちゃって使えないから買わなかったんですけど、あとライト系とかこの辺全部クリスマスのデコレーションセクションです。あとクリスマスのケーキね、やっぱりね必ずあるアイシングの厚さ見てください。あれ全部砂糖ですよ。そこのクリスマスケーキもね必ずアイシングがもうね1インチぐらいあるんじゃないっていうぐらい上に重なってるんですね。これはね、チョコレートケーキあんまり見たことないですね。これやっぱりね、たまにアルディに来るといつも 見ないリドルではないものがあったりして、結構面白いですよね。あとはクリスマスプディング系ですね。もう必ず売ってないところはないで、ね、これ結構可愛いなと思ったんです。私この絵本のシリーズすごい好きで、ミスターグランピーとかミスターティックルとかミスターチャッターボックスだっけ、いろいろそのおしゃべりさんとか文句さんとか、そういう一つ一つキャラクターがあるんですけれど、この絵本少し好きで、これちっちゃい子いたら絶対買うのになと思いました。ということで、今日アルディに行ってきて買ってきたクリスマスのお菓子は、今回はこれです。はい、クリスマスツリーブリオッシュということで、文字通りクリスマスの木の形をしたブリオッシュのパンになります。もう味はね、ほんと思った通りの味で、そんなに特徴はないんだけど、なぜかこの国で買えるブリオッシュって、フランスのやつってむちゃくちゃしっとりしてるんですよね。パサついてなくてしっとりしていて、バターたっぷりで、まあとにかくカロリーが高そうな味っていう感じなんですけど、なのでアルディに行くと私どうしても買っちゃうんです。でこのクリスマスツリーの形でなくって、普通のこういう四角い形のも売ってて、ついつい買ってしまうものの一つなんですよね。なんかね、日本の山崎パンみたいなのを思い出すんですよね。丸いやつ、リンゴとか入ってるやつね。そうで買っちゃうんですけど、これね去年も買ったんだけど、すっごい美味しかったのはやっぱり。でもこれは中にチョコチップも入ってて、もうカロリー的にはかなり甘い、あとこってりしてるっていう感じで、だからまあほんのちょっとつまめればいいかなっていう感じなんですけど、これを今回は買いました。実はね、甘いものを最近結構買ってるでしょ、動画にしたいと思ってるから。で作ったりもしてるんで、まだまだね甘いものが家の中にあるの。だから今回の動画ではこれを開けて食べるっていうのはしないで、ちょっと説明だけさせてもらいました。はい、ということでブログマス13日目、半分過ぎましたね。皆さん今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。